い、ボリューム2後半やってまいりました。はい、あ、もうやんなくてよかったですね。もうもう3人いもそんな前編のお話を聞いたら、はい、もうこんなことはやらせちゃいけないなとすごい人に俺たちはなんてことをやらせてしまったんだボリューム2前回に引き続き GDXAKA シュウさんです。どうもよろしくです。前回45分も喋っちゃいました、はい、まあ、尽きないですね話はね。尽きないですね。いや前回もうすごいいろんな面白いお話聞きましたけども全然ヒップホップの話をしていない。そうですね本来のヒップホップのチャンネルですもんね。そうですね、本来はそうです。本来はマイクロホームページャーより前の話を。そうそう以前の話ですね、はい、まあ以前ではあるんですけど音楽じゃなかった。音楽の話をしてこなかったんで、ね、今回後編は音楽の話をいろいろと、はいはい、まあだからバンドもねいろいろやられてるっていうことなんですけど、ね、まあもともとお家柄的にもうずっと音楽を聴いてきた。うそうですね、まあ家にちゃんとステレオがあってお母さんのお店にジュークボックスあって、うん、でまあそのちっちゃいんですけどディスコみたいのをちょっとやってたりしてて、はい、ターンテーブルにも触れたり、まあミキサーも横じゃないですけどこう縦がねフェーダーのミキサーなんか、うん、もう小学校ぐらいからいじらせてもらってたんで、うん、ただやっぱ曲が終わって次をかけるって感じです、はいはいはい、あの昔のディスコみたいな。そうですそうです、ね、つなげるっていう感じだったんですね、うん、じゃあもうパンクからロックからもうどんなジャンル。そうですね、まあお母さんがロック意外と好きで家でローリングストーンズのブラウンシュガーが流れてたりとか、まあ、ブラウンシュガーをね大人になってから意味した時にうちの母親はなんて曲聴かせたんだ聴いてるんだとびっくりしましたね。あと演歌もすごい聴いてる。ああはいはい、はい、シュウ君自体 その自分がラップを始めたのはいつから。始めたのはまあでもそのブレイクダンスをやる前から始めたってわけじゃないですけどカーティス・ブローとか真似してましたよね、はいはい、あとトムトムクラブとか、ね、ああトムトムクラブね、はい、ああいうのを口ずさんだりはしてましたね、はい、まあちょっと他の日本人の人よりかは多少英語が分かる方だったんで正式に始めたのはやっぱりそのブレイクダンスを始めてからですよね、うん、あのワイルドスタイル見たりしてあのダブルトラブルの、はい、ダブルトラブルみたいなああいうのを真似してそれを自分たちなりにアレンジして歌ったりとかっていうことですよね。じゃあもう1983年とかもうそういうぐらいからはもう口ずさんで82年ぐらいにはもう口ずさんでます、うん、おー早いね、早いですね、早い、早い、すごい。まあその時は全部英語ですよね。全部です、全部です。あの僕第1回目の放送の時に聞いた見てたんですけどトニー・タニーの話の時とか、はいはいはい、僕もなんかあれラップなんだろうなって後にちょっと思ってましたよ。もうトニー・タニー世代なんで、はい、なんかちっちゃい時にあのそれは持っておじさんがテレビに出てたの覚えてるのでお手もやんとかね、はいはいあ、おてもやん、そうだね、はい、おてもやん、そうなんですよ、うん、完全にラップ。そうだよ、だからなんかラップっていう認識はないですけど、はいはいはい、そういうおしゃべり口調を曲に乗せてこう軽快にしゃべるみたいのは日本はちょこちょこあるんじゃないですかね、うん、民謡とかでは。あの、そうでしょ、あのおっぺけぺって曲、そうだよ、なんとかはたはたみたいな感じですか。あ、あれもそうですね、あの秋田のね、はいはいはい、あります、ありますよね、はいはい、だからなんかやっぱ太鼓の文化じゃないですか、日本は、はいはいはい、太鼓に合わせて何かをするっていうのが多分ちょっとヒップホップに近いんじゃないですか。ビートってことですもんね。ビートですよね、ビート刻んで。どうしてもあのそうです、白人文化圏はあのどうしても弦楽器ですよね、なんか日本語のラップ、うん、を最初に始めたのは もちろん帰国してからだと。帰国した当時って英語でしたもんね。英語ですよ。日本語ね一番最初に聞いたのはね多分ハルクさんたちかジンギですね。それはライブですか。ライブだと思います。英語では自分たちもやってたけど、はい、あ日本語で やってんのすげえなって思ったのは多分ギャンゴジンギ、うんで、その当時だからシュウちゃんが周りの若い子たちにねうちの俺らの曲をいっぱい聴かせてくれたんですよ。これ聴けよお前らこれって言ってすごかったですね。こういうこと歌っていいんだって、うんはい、そうですね。だからよく俺あのギャングスタイルタップ始めた男っていやでもそんなに認識は逆になくてギャングスタイルを確立させたのはだから彼じゃない。でもギャングスタラップを初めてやったのは、うん、ハルさんって俺たちラップやってたんですけど、うん、そういうこと歌ってなかったんですよ。うん、だからヒップホップはどうのこうのとか、うん、こうなんかお姉ちゃんクラブでお姉ちゃんとか、うん、そういう感じの俺は歌ってたんで、うん、悪いことこういうふうに歌っていいんだって思ったのはギャンゴ。
当時ジーンズやった当時で絶対歌えたんだよ自分も隠してるだけだから俺は隠さなかった出しただけクレイジーやったらみんなベルだってみんな歌えるはずなんだよみんなああまあそうですよねやってないですよねあいつらだって悪いこと歌ってないんですよ悪なんだもんあいつらだって本当は、ね、本当そうですよねそうみんなだけだってちょっと色気があったんじゃないのだってもうこっちはもう開き直っちゃったから最初からもういいやどうせって上手くないしラップとかだから間違いなく日本のギャングストラップの始まりはギャングですよなるほどそう親父 TV でもね紹介されてましたもんねといった意識ないですよ本当にあの、ね、どうしたらいいんだろうって思った時に身近なこと書けばいいんだって言って身近なことあんな日記みたいなこと書いたらあんなになっちゃったただ何ってなったりするそういうことまあでも面白かったですよね、うん、そうですよ、うん、で中国もいろいろこう日本語で書くようなあのねこれがまた書けなくて、はいはい、だから最初の俺のラップの日本語のリリックはジンギが書いたんですよしげるしげる MC ジンギがワンバース目をジンギが書いてくれたこれはシュウ君がこういうのを言いたいんだっていうのを MC ジンギが、はい、じゃあ日本語でそう書いてでこうこういう風にやっていくんだよみたいなおおみたいなで2バース目自分で書いて、はいはい、真似してへえ。なんか懐かしいレコーディングスタジオでシュウ書いてよって、はいはいよかったよその頃ってちなみにそのページはまだ出てきてないですか出てきてないですカスタムローライダーシリーズには出てきてるので、はい、ジャパニーズヒップホップより前あ前ですねワンあれは前ですよ俺ねあの要はページャーの前にムロとボーイケンと、うん、あそうですよあのイエローラップカルチャーインニューハウスっていうアナログを出してるんですよ俺持ってますよ俺持ってますよそうなんだ、はい、当時俺が好きだったアーティストがムロがかっこよかったまだあの、うん、ビーフレッシュから抜けてそのクラッシュポッセ成り立てぐらいの感じで、うん、でクラッシュポッセのムロとあとボーイケンあはい、で俺とあとあの川崎のグッチジーああグッチジーあグッチジーあとハニーボンブはいはいはいあのビーバップ、はい、ビーバップのあの三井ちゃんたちハニーボンこのグループをそのまとめたアナログがあるんですよこれもうまさしくページャー前の話じゃないですかページャー前ですよ、うん、だってもうムロ、ね、多分ムロ一番最初の録音物かもしれないあのチェーンなんとかより前ですかそうですねすごい話が出てきたなこれそれも、うん、面白い超レアアナログですよ今レアだねシュウ君が思うその日本で一番最初のラップをした人、うんまあ、さっきもトニータリとか出てましたけどなんかね誰なんだろうって、まあ、コンちゃんたちもやってたんでバブルガムうんそうだよね、はい、当時ねあのファイヤー竹下表参道みたいなだからそういうのも見ててコンちゃん俺すごい古いんですよです、ね、もうだからそのショーパブ時代なんで16歳ぐらいからコンちゃん知ってて、うん、だからもう古い仲だったんだねはいだからなんかその音楽コンちゃん芸能人ですでそういうなんかライブをやってる先輩って言ってやっぱりバブルガムブラザーズってイメージはあるんですね、まあ、1982年に小林克也さんのナンバーワンバンドはい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 あの桃ってアルバム出しましたねああそう俺持ってますもん持ってましたもんあの噂のカムトゥハワイっていうのがラップ調なんですよね、はいはいはいまあ、説明では広島弁でっていう書いてあるんですけどあとあれもそうじゃないですか大きい音がワントゥースはいはいそれ桃坂の先坂のあ先坂あれ今正人さんあれ今正人さんですかとあのでもスネークマンショーの元ですよ ね, すね僕もスネークマンショーめっちゃ影響受けてるんでそうですよね、はい、アルバムも一発目からスネークマンションみたいなことやってますから、ね、はい、はい、2人目何のアルバムですかいやもう最初からあのファーストの OGF のああマジでだからもうスキット入れてるじゃないですかそうふざけたそう本当スネークマンション YMO で育っちゃってるからはい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 そうですよね、はい、あれだってファンの子が俺とシュウちゃんのスキットだけを集めてあんなもんと台本も何もないんですよはいはいはい、もうハルちゃんと2人でアドリブレコーディングブース入ってもうアドリブですよでも意外とあった話をちょっと、うん、もじったりしてるんですよヘルスで、うん、おまわりさんと2人でヘルスに行ってであこの子してって言ったらこの子今日休みなんですよこの子休みなんですよっつってっつってこの子どうですかさうわひでえなみたいな話ですよこれ実際の話なんですよ、はい、これフレグランスと一緒に名古屋ツアー行った時に、はいはいはい、俺はここではっきり言いますけど俺風俗未体験なんですよ、はい、この年まで、はい俺はもう素人専門なんだ、はいはい、で名古屋に行った時にいつもフレグランス頑張ってるんで、うん、俺が今日金出すからお前ら出る呼べと、はい、ホテルで、はい、でもうあいつは散々電話してその女の子の写真見ながら、うん、なんとかちゃいますかって言ったら休みなんですよ、はい、休みなんですよ、はい、つって、はい、あの時誰もいねえじゃねえかよみたいなあって、はい、あれをそのままやったっていうお店に行った設定に変えただけっていうなるほど、はい、懐かしいな
食ったらばっかやってますよね。いやいや、まあそれがね、うん、まあ当時ね、あの北海道みんなで行った時もすごかったですよ。コンちゃんに行くって言ってたのに、ここじゃはとても言えないかったですよ。お宅の大将、うちの大将もね、シゲル、そうだ、こういう時だからこそちょっと真面目になるかもしれないけど、ギャングスタースタイルとヒップホップの関わりについてね、はいはいはい、ちょうどだから DX がいるからこうちょっと聞いてみたかったんだけど、うんうん、ヒップホップってさ、非暴力を訴えるじゃない、うん、アフリカバンパターなんかの理念っていうのは、まあ、非暴力を訴える、そこに対してのこのギャングスタラップっていうのが台頭してきたんじゃない、はい、その辺のとこってこうどう捉えてる。僕思うのは、うんうん、あの自分たちも多分同じことをやってたんですよ。日本で実は暴走族やってる時に、はい、シンナだけやめとけよ、うん、ああはいはいはい、あれなんですよ。起きてね、バンバーダーからしたら要するに起きてな、はい、起きて要は不良でもいいと、うん、とりあえず仲間うち喧嘩すんなよっていう、はい、多分教えがヒップホップに うまく結びつけて、うんうん、まあ要はニューヨーク発信じゃないですか、はい、人種問題だったり貧困問題だったりがあるところで、はい、今俺たちが揉めてる場合じゃねえよなっていうところプラス、それを何か売りにできねえかっていう僕は思ってるんですよ、うんうん、なるほどなんか自分たちもそうなんで、そのギャングやってても、うん、うちはまあるんですよ。例えばフローレンスのところさ、うんうんみたいな話するじゃないですか、うんうんうん、でも本当はどうでもいいですよ、うん、でもなんか一個そういう風に言っとくことにおいて、うん、俺たち要は一個はなんか守ってるぜみたいなのを、うんうん、あだから、うん、分かる分かる。ギャングがもともとそういうブレイクダンスだったりなんかいろんなの始めて、うん、大義名分つけるために喧嘩はやめようぜっていうのってなんかどこの不良でもありがちなことで、うん、まあそうだよね。特に身内同士はやめようとかね、はいはい、だから実際じゃあやめてたかって言ったら全然やめてないらしいんですよ。それ要は表にアナウンスしてることと実際はやっぱりギャップがあるから言い続けてる。なるほど。だってもうそれが叶ってたら、うん、もう誰も言わないです。言う必要ないですから。結局現実と理想っていうことのせめぎ合いをしてるってことなんだね。だからそのギャングスタラップ云々っていうのは始めたバックボーンが一番大事で、はい、例えば俺あんまり面識ないですけど、あのドタマ君とか、うん、あの子たちは結局大学生だったり、例えばシロ、あのライムスタで言ったらシロとかマミーディ、うん、マミーは地元の後輩ですけど、うん、あの子たち大学生で真面目じゃないですか、はい、でそっから入ってるもんだから、うん、やっぱり不良じゃないですよね、うん、でもヒップホップは好きだし頭はいいから、うん、その言葉のボキャブラリーはすごいし、ね、ラップもかっこいいじゃないですか、うん、でも俺たちは入ったその最初の入り口が不良から入っちゃってるから、うん、そっから急にいい人ぶるのもどうだろうっていうところがあって、照れ隠しでちょっと悪ぶるのもあったり、もう実は落ち着いてるんだけど、わかる、悪ぶりたいっていう、わかりますね、そこはね、実際そうじゃないですか、はい、僕は今そのギャップをすごく自分で感じてて、普段悪いことも正直全くやってないですから今、はい、そんなのにギャングスタラップをやらなきゃいけないって言った時に書くことないなですよね、はい、ある程度の年になって人生自己完結してくると、はい、なかなかないですよね。なかなかないです。伝えるメッセージって、うん、そうなんですよ、うん、なんか逆に言うと人生っていいもんだぜぐらいしか言えねえっていう、でも多分今の若い子たちに悪いことはダメだっていう積極臭いラップをやるのは違うと思うんですよ。違うね、うんうん、だからその狭間の中でやっぱりちょっとフィクションだったり過去の話を引っ張ってきてちょっと面白おかしくラップしたりすることプラスやっぱり新たな道、例えば2人もそうじゃん、うん、あの仁義やってて、うん、ギャングをやってて、うん、でドスコイラッパーやられた時にやっぱ違う視点でリリック書いたりするわけじゃないですか、アプローチも。そうだからそれは多分進化だと思うんですよ。でもじゃあ元はどうなのって言われた時にまあそこまでクソ真面目じゃないですっていうのが実際の話だし、うん、でもそんなにもう悪くはねえよっていうのも本当の話だし、だから取っかかるじゃないですかね。なんかそれを言うことによってライブ感が出たりするじゃないですか。出る出る出る。自分たちがやってきたことなのにお前らあれはやるなって言ってる自分がいるっていうのはやっぱりちょっとかっこつけだったり、そのなんか一つメッセージを残したいっていうラッパーとしての使命みたいなのもあるじゃないですか。あなるほど。だからギャングスターラップってみんなが結構勘違いしてて、僕はギャングスターだった子がラップをするからギャングスターラップだと思ってて、はいはい、悪いことを歌うことがギャングスターラップだと思ってたんですよ。はい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 、はい、そうですね。変な話、真面目な子が悪い子たちのことを見てそれを歌うのも俺の中ではギャングスターラップなんじゃないのかなって、うん、要は街のアイスキューブとかそうじゃないですか、はいはい、あれ NWA なんて言ったって大学生ですからね。そうだよね、はい、うん、でも周りにと悪さやってるやつらを見てあんなこと書こうあんなこと書こうって言ってのし上がってきたっていうヒストリーがあるから、必ずしもめちゃめちゃ悪かった人がやるからギャングスタラップじゃなくて、だからギャングスタラップってそういうもんじゃないですか。だから音楽に対するそのメッセージって
多分ちょっと作り上げるものってあると思うんですよ。あ、リアルにそうかもしれない、はい、ロックの人たちとかも、うん、例えばみんなで集まってバンドエイドみたいの最近やるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのも本当にじゃあ心からそう思ってる人ばっかが集まってるのかって言ったら、うん、俺はそうじゃないと思うんですよ、うん、でも一個何かそういう風になんかタイトル決めて、うん、みんなで集まることによって何かが動いたり、うん、そう何かが生まれたりすることが楽しくてやってんじゃないかな。相乗効果にもなるし、みんなそういうのは、だからダメなこととは思わないですけど、うん、でもそれが全てリアルかなって言ったら逆にそういう方のがリアルじゃないなって気はたまにするんですよ。だから逆にこの要はヒップホップっていうのは、まあ、今はかなりメジャーな音楽ですけど、自分たちが始めた頃は本当にマイナーな音楽なんで、うん、何かそれをやることによって世界にアピールできるじゃないですか。そうだね。で団結もするしっていう一つの手段かな。それが例えばギャングスタラップっていう言葉に置き換えて不良がやってるっていう代名詞にしとけば、うんうん、なんかカテゴリー的には分けやすいっていう、うん、ああそうそうだよね、はい、外から見た目的にもそれは分けやすいですね。そうですね、うん、だってリトルとかだってそうじゃないですか、うん、MC リトルなんて、まあ、あいつは公言してるからいいけど、あいつだってもともと暴走族とか言ってるわけです。そうだよね。だけどキックザカンやって全然もうすごいパーティーチューブラップしたりして、今だってね八王子少年って言ってすごい地元に貢献するようなことをしてるっていうのは、芸人さんでも俳優さんでももともと悪かった人たちはいっぱいいるし。そうだよね、はあ、それでみんなあの花咲かしてさ、はあはあ、頑張って、それでなんだろう、逆にこう社会貢献してる人もいっぱいいるんだよね、はあ、なんか昔悪くてちょっと今こうやってますって言うとちょっと説得力増すんですよ、うん、ドラが乗るみたいな感じで言えてる裏ドラ乗っちゃうみたいな、はいはいはい、あー跳ねたみたいなマイナスからスタートしてるのにプラスになったみたいなそういうとこだろうね、はい、それがなんかちょっとサクセスストーリーになって、でもそれは今多分不良だったり悪かったり、まあ、変な話ちょっとグレちゃってる子が更生するきっかけになったら、それはそれでいいんじゃないですかねみたいな。そうだよね、あの人たちも昔悪かったんだよねみたいな、でも今すごいよねって俺とかたまにそうやって言われてるらしいんですけど、そんななんか大したことはしてないのに。あ、そうですね。俺なんかってあのもう家族持ってるだけでみんなにぶったまげられるんですよ。ああ、分かります分かります。分かっちゃうのそれ、いや、なんかそんなのってあるじゃないですか、意外とちゃんとしてんだねみたいな。そう、この前ひどいんだよこれブーが俺んち来たのね、ブーが行ったって言われて、何の普通の住宅街に住んでさひどくないあいつ。いや、え、何言って、いや、俺ハルクさんってなんかそこら辺にドラム缶が出て焚き火しててああ、車その辺止めないから好きに止めろと、あ、これ俺のヤサだからってそういうイメージしかなかった。ひどい。普通の住宅街じゃないですかとか言って、なんすかこれとか言って、何紛れてんすかだって言う。ひどいあいつ。ひどい。この間でもハルクさんも俺に、え、お前高校出てんのって、いや、そう、なんで、え、なんでお前ここ出てずるいなって。いや、ずるいよ、だって俺、え、まさか、しげるも出てんの。あれ出てますよ。え、うそ、出てますよ、芸能高校出てますよ。芸能高校出てない、あいつ芸能高校。なんだよ、なんだよ、俺全部俺レベルかと思ってたのに、俺違うんだまあいいやありがとう、みんな相手にしてくれて本当にありがとう。本当、シュウ君の話はね、すごい分かりやすくて、ね、深いですよね。うん、分かりやすいです。分かりやすいよ、だって生き方分かりやすいもん、見てると単純ですから。うん、今後、じゃ あの最後、今後の予定みたいな。あ、そう、ぜひ。あ、まあでも、ちょっと今ね、ブー、さっき出た名前、ブー、うん、はい、ブーがやっぱり今、アルバムを作ってて、オジェフミュージックの中でも、レーベル分けてるんですよ。はいはいはい、で、あいつもやっぱり、自分のその城を持った方がいいって言って、リトルピギーっていうレーベルを作らせて、はいはい、今、そのアルバムの作りをすごい応援してて、でそれが落ち着いたら、まあ、音楽的には自分のアルバム、あとバンド、まあ、音楽は相変わらず続けていく感じですね。まあ、それ以外としてはやっぱり映像がね、今すごく楽しんで、はい、映像を作る方ですか。作る方ですね。いや、もうツイッターにしてもね、 GDX 信者はすごいんでね、熱烈なんで、もうその方のためにもね、もう今後もうどんどん頑張っていただきたいなっていうのは。なんか V シネマとヒップホップをもうちょっと融合させたいなっていうのが僕の中であって、その人気ラップっていうのをやりたいっていう、うん、いいね、はい、V シネマの内容をラップにするみたいな。ああ、面白いな。それで、まあ、ミュージックビデオを少しドラマ仕立てにして、うん、まあ、それをちょっとだんだんショートストーリーとかに広げていってみたいな。うん、いいと思いますね、そういうの、うん、昔よりも映像のちょっと敷居が低くなったんで、うん、そういうの増えてって面白いことができればいいかななんて思ってて。え、じゃあ今後楽しみじゃん、すげえ。はい。
はいね、あれはもう格闘技の方はもうやらないんですか。あのね、格闘技の方はちょっと続けたかったんですけど、はい、ちょっとその目を悪くしてしまって、はい、1回本当に失明しちゃったんで、はい、お医者さんが頑張ってくれて 1.2 まで、まあ、ちょっとかすんでる、はい、まあすごいかあのすりガラスの中なんですけど左目は、うん、でもまあ見えるように戻してくれたんで、まあ、それを大事にしようかなと。うん、でも一応あの、ね、チャンピオンまでなれたんで、ね、はいね、はい、超人クラブっていう八王子の団体のトーナメントで優勝させてもらって、すごいすごい、はい、48で始めて52でチャンピオンになりましたね。すごいですよ、はい、病院ね、あの目、あ、本当さ、あのこの格好で、この格好で見舞いに来ました。ドスコイの格好で、しかもあのつなぎで行っちゃったからね、私今からライブだってそのまんまで来た。いや、あの時ありがとうございました。いやいやいや、体が資本ですからね。そうです、そうですね、頑張っていただきたい、はい、まあもうでも相変わらずもうマイペースに自分が好きなことだけを続けたいな。ありがとうございました。とんでもないです。 GDX AKA シュウさんでした。ありがとうございます。またぜひ、はい。